私は自分の作った映画をどう思うかと、問いかけられてもまず答えようがありませんね。というのは日活で、仕事を始めましたから、でそれはやはり、第一には生活のためですよね。だからそういうことが頭にあるので、では映画というものに、どう対処していいかということは、その日活の中の、全て その社員の流れですよね。ですから生活を第一に考えてたから、あまりその映画作品に対して、これはと思うような思い込みっていうのはあんまりありませんでした。いわゆる芸術を目指すか、いわゆる職人であるかということですけれども、いわゆるプログラムピクチャーというのはの映画監督っていうのはいわゆる娯楽映画を作るわけですからね。その与えられる台本自体がそんなに芸術的であるわけはないし、それからその芸術が生まれるっていうね希望もありませんし、だからひたすらに撮ってきたっていうのはやはりいかに映画を面白く見せるかと、これが中心だったと思います。で世の中にはその何て言いますかね、いわゆる社会性を持たないきゃいけないとか、人間性がこの映画にはないといって批評家というのはそういうところで、けなすわけですけれどもね、それはそれとして、私が狙ったのはいかに映画を面白くするか、でそのための、工夫とか思考を考えたわけです。結局いわゆる映画には文法がないということを口はばったく言ってしまったんですけれども、その何ですかね、いわゆる基本的にはその、ロングからアップ行ったりね、それからどんでんすればアップからだん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 ロング引いていくと、これは基本的なものでしてね、これは誰でも知ってることだし、それと文法がないっていうことはいわゆる時間と空間がないってことなんです。いわゆる普通の映画っていうのは非常にその時間と空間っていうのを大切にするって言っちゃおかしいけども、それを基本に成り立ってると思うんですけども、私の場合はその空間といいますかね、場所はどこでもいいっていうわけですね。だから一つの画面の中に、ある二人の人物がいると、こっちの場所とこっちの場所が違うわけですよね。でそれでも映画というのは成り立つわけです。それから、時間というのももう相当すっ飛ばしても、これもつな、げた場合にはいささか理不尽なことは、本当よく見ればですよ、全く理不尽なことなんだけども、そこがやっぱりその娯楽映画の強みですよね。何をやったって構わないって言いますかね、面白くあれば何をやったって構わないと、そういうのが、私の、文法って言いますかね、やり方になったわけです。編集が非常に容易なことって言いますかね、一日でできちゃうっていうことについての質問ですけども、これは松竹大船の映画作りが非常に影響していると思うんです。で結局その必要なカット以外は撮るなっていうのがね、命題って言いますかね、余計なカットを撮るなと、とにかく必要なカットしか撮っちゃいけないよっていうのが、大船の伝統みたいなものでしたからね。でそれが気持ちの中に、残したんでしょうから、必要な本当に余計な、だから全部いろいろこうやってて捨てカットっていうのは一切、ほとんど言っていないんですよね。だから撮った順に、それは映画っていうのは頭を取って一番ケツを取って次は真ん中を取るってことが、これは往々にしてあることですけれども、あとはその番号が振ってありますからね、その番号順に並べていけばまずそれで編集はできてしまうわけですよね。だから、一つのカットの中で、いわゆる NG と OK っていうのはありますよね。それからキープっていうのがあって、その選択はしますけれども、
もうそれを選択が終わっちゃったら、あとはもう、順番通りにつないでいけばですね、もうそれでできちゃうわけですから、編集に時間をかけるってことはまずありません。まあこれもまあその理由をつければ、あ、なんだっけ、そのスポットライトを当てるとか、それからバックがまあ一色になっちゃうとかっていうのは、まあそれもあんまりなんですかね、これはというあれはないんだけれども、まあ根本的にはそういうことをして、まあ観客の目をそこに集中させるっていうのはまあ一つの目的ですよね。でしかもそれが観客がそれを見てギョッとなるとが一番いいわけですよ。でそういうのがまあこちらは映画だと思ってますからね、観客をとにかくびっくりさせるっていうことが、だからまあそのいわゆる意味を聞かれればそう答えざるを得ないわけです。ただもう一つもっと大きく言えば、当時はこの横長の絵ですからね、でこれはどうしてもそのいわゆる舞台の作りになりますよね、いわゆる、35ミリの縦長の構図じゃなくて横長の構図になってきますから、と横長の構図っていうのは割合にその人物の動かし方がロングに行くとまあ不鮮明になってしまうわけですよね。でそのためにいやロングに行った人物も際立つためにはスポットライト当てないけならない、まあ、そういうなんか横長サイズの制約というのがございますよね。だその制約の中でいかに、そういうなんか技術的なことをやるかというのも一つの問題だったわけですね。だそれをまあ利用したというかな、横長サイズの制約を逆に、利用したと、まあ、そういうことじゃないかと思います。まあ殺しの楽についてのエピソード、実際撮影するときは本当に大笑いしてしまうようなね、ことが往々あるんですけどね、そういうなんつうかな、大笑いするとか、あの話の面白さとか、すっとんきょうなことが起こったことをちゃんとメモしとければですね、いいんですけど、まさかこんなことでねインタビューを受けるとは思いませんからね、そんなことをメモしてたこともなしね、それからどういうところで笑ったとか、どういうところでこけたっていうようなね、あれがメモもないし、もうだいぶ昔のことですしね、あんまり思いつかないんですけれども、まずこれの時はシード女王が真っ裸になって最初の、まあ、写真なんですよね。だからシード女王に言わせると、鈴木さんが俺を裸にしたってよく言いますよね。その他にあとはその女の子、いわゆる今出てる女の子、まあ指導上の相手ですよね。でこれは最初にこっちが希望した女優さんじゃないわけです。でこれもまあ真っ裸にならないきゃいけないという条件があったわけでね、最初はその文学座の太地喜和子っていうのを目つけたわけですね。で太地喜和子もその頃まだ文学座では名の売れてない、女優さんでしてね、出たての人だからその子がいいだろうと思って指名したわけですよ。そうしたらまあちょうど私と、一緒に踏切るもう一つの映画がありまして、で太地喜和子はそっちに出ちゃったわけですよね。でこっちをキャンセルしたわけですよ。それだからその、以後私は太地喜和子が非常に有名になって、舞台でもなんか華やいで、来ましたけども、もう一回俺をキャンセルした女優なんとは嫌だっていう。で一つ、太地喜和子で、CM の、依頼があったわけです。で CM があって、じゃあ誰が女優さんだったら太地喜和子だったら早々に断りました。まあそんなエピソードっていえばそんなもんですかね。まあシード女王さんについての質問ですけれども、まあ結局はそのプログラムピクチャーを制作しているわけですから、会社っていうのはもうシード女王さんのその後のまあいわゆるスターの列に入ってきて、シード女王向けの企画と本というのが出来上がりますよね。ですからまあ
こっちがまあ非土壌産を選んだっていうわけじゃなくて、もう会社がすでに市場のものとしての脚本を作るわけです。でそれがまあさっき言ったようにたまたま私のところに来るわけですからね。でまあ、あの志戸さんとは、まあ何本もやりましたけども、まあ、なんて言いますかね、やはりそのあの人の、なんか決まり文句がありまして、なんとこうピストルが何秒だっていうね、まあ、それがまあ、あの自慢の俳優さんですからね、あのアクションに対するなんていうかな、飽くなき野望って言いますかね、まあ、そういうものはあのどうしたらその、まあ、許された範囲の中での肉体をぶつけるアクションですよね。いわゆる物を使わないで自分の体でぶち当てていくそのアクションの面白さっていうのをやはり非常に考えたあの俳優さんじゃないかと思います。殺しの楽園で、ご飯の匂いっていうのは、殺し屋が日常どういうふうなことをしてるか、それをまあ端的に表すのはまあこの日本の殺し屋ですからね、いわゆるビフテの系の匂いを変えたってしょうがないし、じゃあやっぱり、米の、飯の匂いを嗅ぐのが一番日本の殺し屋の性格描写って言いますかね、日常の生活を表すのは最適じゃないかと思って、まあそういうことですね。であまり意味っていうのはありませんね。日活での映画の何本撮ったかという質問ですけれども、大体40本か42本だと、42本だと思いますかな、40本かな、大体そのぐらいです。殺しの楽園で、結局解雇された向こう側の理由っていうのは、分からない映画、それから儲からない映画を作る監督だっていうのが向こうの、まあ、理由でした。それでいいのかな。その他に言いようがないんだ。それから、結局その時にですね、実際その契約は撮影助長とその次の年も契約するっていう、まあ、口頭での約束があったわけですね。でそれを、まあ、あの日活の社長が無視して、お前はクビだと解雇通知を突きつけてきたんで、それに対して契約違反ということで、まあ、裁判がをしたわけですね。まあ、これは結局なんで裁判をしたかっていうと、まあ口はばたい言い方だけども、あの男の誇りが許さないと、裁判をしなければですね、会社の依頼になってはいそうですかっていうんじゃちょっとこの、あの江戸っ子の恥になると、いうことで、まあ、裁判を追っ始めたわけです。俳優としての先生が今出ました。You know his career as an actor, right? No, I don't. No? Tell me his career as an actor. He's a very famous TV actor in Japan. How come you never tell anybody? なんでそれはあんまり先生おっしゃらないんですか、そのことについては。聞かれないから。Because nobody asks. 自分から宣伝することはない。You knew? My parents, they're a big fan of him as an actor. Ha 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 ha!